はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。影星様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。いよいよ1週間後に迫りました。NHK スクランブルでも2月12日13時30分、代々木 5-68-1、春の小川コミュニティパーク集合です。よろしくお願いいたします。前の時と集合場所違うんでよろしくお願いいたします。黄金属コラボ問題めぼしい更新情報はなしでした。例のですね、広報上の契約があれがあれでとか言って、ごまかそうとしたのは福祉保健局で、説明してした対象はコラボバスター側の浅野都議だったようであります。公開質問状も送ってんだけど、コラボに対して、返事がないなんてことも言ってました。やはり2月末の帳簿再監査が大山場なのかなーって、再監査の結果なんですけれども、返金など厳しい措置が下ると都が野放しにした責任が問われ炎上と、注意とかそこそこの措置になると都の措置が生ぬるいと炎上。領収書とかないけど許す、甘々の監査結果になると、納税者激高で炎上。俺らが納めた税金なんだと思ってるのということで、都民が主に激高。再監査の結果がどんなでもですね、炎上の未来しか見えないと。どの結果でも行政訴訟されるだろうし、されますよね、これね。裁判用の寄付金いっぱい集めた暇な人が、弁護士4人と共に待ち構えてんだから、まあ、どんな結果になっても行政訴訟なんじゃねえかな、思いますけれども、小池体制プラス黄金属。これ今の問題を今ですらだんまり決め込んでる小池都知事はコラボ側だよな。甘い汁吸わせんの許容っていうか黙認してるわけですし、ひょっとしたら一枚噛んで自分も美味しい汁吸ってるかもしれないし、小池体制プラス黄金属 VS 納税者の戦いっていうことですよ。負けられませんな。そういえばですね、今日池袋に行く用事あったんで、スシローをですね、食べて応援ということで、覗いてみたんですけれども、いっぱい並んでて、断念しました。ああ、別に俺が助けなくても大丈夫だわ。ああ、みたいなね。皆さんがですね、食べて応援って思ったかどうかは知りませんけれども、まあまあ、並んでおりました。2月4日、昨日ですね、米国を飛行中だった中国のスパイ気球を撃墜。撃墜は大統領命令直々。被害が出ないように大西洋に出るまで待った。地上じゃなくて海上で、撃ち落としたかった。撃墜したのは F-22 戦闘機の空対空ミサイル、初の実戦投入やって。これがまあ、実践と見るならば、バッチリ動画も公開、中国大恥と、ネットの話、すげえピンポイント狙ってるのな、当たるもんだな、日本は見張ってただけだったもんな、緊張感を持って注意美学、見張ります、見守ります、撃墜したら救助違反になるの？日本では誰も調べようとせず、見てただけだった、レーダーに映りにくく熱源もない気球の撃墜は、むっちゃ難しいそうだ。数年前に日本に飛んできた時は中国と公表すらせず抗議もしなかった。日本も次はちゃんと撃墜しろよ。米国中国の気球と確信しているって撃ち落とす前から発表しておりました。中国共産党民間企業のではとか言って何だかごまかしてたんですけれども、撃墜した途端に中国共産党強烈な不満と抗議、対抗措置の可能性を示唆。だって、なんでなんだ、なんで黙ってらんないの、この人ら。ネットの反応です。なんでやね。言ってたのと違う。民間のもんじゃなかったの。他国での観測は普通に軍事行動だろう。
審判しなきゃいいだけ。この反応が全てを物語ってるな。対抗措置って中国がアメリカに何かできんの？軍事施設を撮影調査してたのかもな。スパイ活動を邪魔された強烈な不満と。米国がですね、どこのかわかんねえけど、撃墜したって発表したならば、中共も黙ってたんでしょうけれども、初めから中国の気球って断言してたんで、まあ強がらざるを得なかったんじゃないですかね。アメリカの挑発勝ちといったところでしょうか。中国共産党が先にですね、気球飛ばして挑発するのが悪いですよね。人の頭の上に勝手に物を浮かせて失礼極まりない。自分に手、先に手出しといて強烈な不満もないもんだなと。中国共産党は今の態度を改めず、今後もバカで恥知らずな言動をして、もっと世界から呆れられますように、また嘘ついてる、どうせ嘘ついてるって思われますように、米軍が残骸回収を試みている、そうですけれども、続報はまだありません。多分回収してもですね、回収できたとは言わないんでしょうね。あとは分析した結果、こういうことが分かった後も発表しないんだろうな。これカードとして取っといて。残骸に一体何が、これいまいち目的が分からない気球。なんで気球飛ばすのっていまいちわけが分からない。目的とかが残骸から分かっかもしんないですね。で、中国共産党はそれが気が気じゃないもんだから、対抗措置とか言い出して、牽制してんすかね。発表すんなよ、みたいな。嫌がらせで、ばらしたって、ばらしたって。日本にもですね、これそっくりの気球が浮いたことがありましたけれども、数年前。いつの間にかなくなってた、なんて、報道じゃなかったでしたっけ。なんか死んだけど、いなくなったみたいな。この時も実は、撃ち落としてたのかもしんないな。この措置は、9条には、違反しません。なぜならですね、まあ、自衛権っていうか、奪われたくない、領土を侵犯されたくない、傷つきたくない、死にたくない、というですね、生物が自然に備える感情を守るための権利、イコール自然権の方が憲法より断然強いからですね。パヨはですね、日本人は無抵抗で降伏しろを望むから、救助救助うるせえわけでして、それは自然権に反することなんですよ。日本に気球が来たらば、スパイされたくない、侵略されたくない、領土を侵されたくないっていう自然権の方が救助にまさっから撃ち落としていいんですよね。パヨはそんなんだから議席減らし続けてんじゃないんですかね。沖縄基地反対派の横断幕がこちらであります。に艦隊時とちょろっと英語とあとハングル、日本語ね、話題になっておりました。これ現地のテコドンさん、テポドンさん、テコドンさんか、が撮ってあげてくれたもんです。ネットの話です。日本語がない、日本語ゼロとはたわげたな。日本語ゼロっていうのは潔いな。日本人が一人もいないんだろうな。いなさそうですね。沖縄県民は愚か。日本人も一人もいない。かもしれない。誰に向けたメッセージなんだろう。これ主権侵害では、少なくとも沖縄県民向けの活動じゃないな。中国も韓国ももうこれ以上評判落ちようがないから、やりたい放題。沖縄が欲しいって中韓が騒いでるって、だけなんじゃ。こんな連中入国させん。外国人の政治活動は禁止だぞ。逮捕しろ。防衛費増やす前にスパイ防止法が必要。NHK 報道しません。随分とバカにしてんな、これな。スパイ防止法早く作って早く来いの逮捕できるようにしないとね。外国人の政治活動は禁止なのに、ことなかれで放置する自民党が悪いっすよね。自民党議員仕事しろってね。だから政治不信とか言われちゃうんだよ。なんだか中国共産党も韓国も、気が狂ってんな。どっちも経済が悪いって話はちらほら、聞いてますけれども、つい最近ではですね、ソウルの新築マンション、完成前には2割しか決まんない。借り手とか、
あるいは買い手、2割しか決まってない、これはあの8割ぐらい決まってないとなんだかなって感じだったのが急減したそうであります。最近、中共と韓国政府の頭がおかしくなってるんではなくて、ただ単にあの現場の工作員がね、日本人一人もいないグループが士気が上がるようにつって、祖国の文字使ってんのかもしれないですけど、こんなのね、あの基地反対っていう目的のためには逆効果では、現地で誰かに見せたいから横断幕貼るんでしょ。これ逆効果じゃないかなと、石崎学ぶ、これなんていうんですかね、龍谷大、一体何県にあるのかもわかんない、おぼろかな、わかんないな、なんとか達谷大、達也大、読めません。大法学部教授、生殖可能性がない同性愛を国家が婚姻制度で保護するべき利益が見当たらない、国家が法律作って、同性婚を制度として保護してやるメリットないって言ってるんですね。子供産まないから、ジェンダーパイを発表しまして、炎上、前川喜平貧困調査員、これはひどい、何がひどいのか説明はないんですけど、大学の教団から晒せよという意図のツイートもあり、安心して議論できる状態ではない、これあの大学にも伝達してんじゃないかな、石崎学ぶはとんでもねえなんつってね、ネットの話、法務省の見解としてこう言えばいいんだよ。パヨに悪者にされても構わない、子供を産み育て国家を繁栄させなければ国が終わる、国が法により規制したり保護する目的は国益にかなうかどうかだと思うので同意します。時代や環境により簡単に移ろう道徳や正義を土台に国家を運営するわけではない。大学には退任を迫るパヨの抗議が寄せられているそうだ。多様性が大好きなくせに、憲法学者は全員パヨかと思ってましたけれども、まともなこと言う人もいいんだな。まあこれをもってですね、石崎教授を信用はしませんけれども、利益云々以前に共産立憲朝日が推しているから反対です。私はあとね、あの戸籍が乱れるって大問題と、永住権取りやすくなっちゃうっていう問題と、背乗り背乗りしやすくなるっていうのも言語道断ですよ。同性婚、パヨの目的ですね、日本の混乱と社会不安ですから、その混乱と社会不安にですね、自分は大丈夫なんていう正常性バイアス強すぎんですよね。何を根拠に自分は大丈夫。今月の電気代の請求来て、私びっくりいたしました。過去最高値だった。半原発の、パヨどもも、高い電気代請求、言ってんだろうな。自分も苦しいですけど、嫌なんですけど、半原発のパヨどもも高い電気代に苦しむといいなぁ。なんせ私は根性がねじ回っていますから、そんなことを思ってしまいました。まあ、左翼は甘えなんですよ。半原発やって原発動かさねえで、電気代、すげえ高いのにも、自分は巻き込まれんのに、いつまでも何十年も自分は大丈夫って思ってやがんの。左翼は甘え、かつ幼稚。で、バカ。同性婚は、婚姻は、両性の合意に基づくを改憲しないと無理なんだけど、憲法を守れてうるせえパヨどもは、この事実にはですね、まるで目に入ってないかのように、だんまり。そんなんだから、議席減り続けるんじゃないんすか？パヨが同性婚だの、ジェンダーだの、女性の支援が、とか、口から泡飛ばしてんのはですね、若草、ボンド、パップスコラボみたいな、黄金族の、ためなんですかね。つまり自分の利益のためね。年頃のコラボを金吸いやすくするため。ということはですね、ジェンダージェンダー、同性婚同性婚、夫婦別姓夫婦別姓、うるせえやつは納税者の敵っていうことでいいですよね。納税者の敵。こんなんやったら国がやるべき事業が増えて、税金まだかかっちゃう
また増税されちゃう、納税者の手決めがと言って罵倒することもいいんではないか。あとですね、バカなこと言ってないね、バカにするのが効くんじゃないかなんて思っておりますけれども、というわけで、NHK スクランブルでも皆様よろしくご参集くださいませ。あとメール党員さんも大募集しております。いずれもですね、動画説明欄もっと見るをクリックされて、情報を見てください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。